日本全国で受け継がれてきた伝統芸能。2012年、全国の伝承者たちが熱い思いを持って福島に結集しました。ありがとうの気持ちを込めて、地元郡山の歌舞伎で幕が開きます。震災だけでなくて、原発の事故があって、やはり福島県、いろんな風評被害やなんかで、かなりの痛手を被っていると思うんですね。そういう中でも生活しているということを遠方からいらっしゃった団体の方々に認識をしていただいて、できるだけ風評被害が早く皆さんから取り除かれるように、思っております。広島県からは復興への願いが込められた田植え踊り、福島への思いが伝わります。福島の皆さんが本当に何されているというのは本当痛いほど身に染みているので、自分らの芸を見せるだけでなしに、やっぱりそれによってやはり一人でも多くの人が気持ちを切り替えて、ね、救われるということができたらありがたいな。勇壮なオロチの舞、島根県と福島県が祭りを通してつながります。こういった災害が起きましてですね、私も初めてこちらの方にお伺いしたんですが、こういう形を機会にしてですね、どん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 この福島の方が元気を持ってやってくれることを切に願い望んでおります。福島の皆さんの今こういう状況でこういうことをやっておられることを、私たちがまた地域に帰って話して、少しでも皆さんのお役に立てるようにしていきたいと思っています。東北への恩返し、石川県の太鼓が響き渡ります。大変震災の時には心を痛めていたんで、皆さんも喜んでくれる笑顔が見れて、本当に目いっぱいやらせてもらった甲斐がありました。ありがとうございます。私よりもまだ前の代の先輩方の御神社太鼓のメンバーからよく、俺たちは遠くからいつも元気をもらってたっていうことを聞いていたんで、次は私たちが何かお手伝いができればと思ってたら、こういう機会がありましたので大変喜んでおります。やっぱり前と全然変わらないんで、これからもまた楽しいいいお付き合いができるなって、逆に元気をもらったような感じがします。今も変わらない福島がここにあります。フューチャーフロム福島。